ハーダークルムは、スイス、ベルン州、ベルナオーバーラント地方のインターラー県付近にある、標高1322メートルの山である。インターラー県からハーダークルムの頂上駅まで、ケーブルカーが、約8分で結んでいる。ハーダークルムの山頂駅とレストランハーダークルムからは、眼下にインターラー県の町、トゥーン湖、ブリエンツ湖、そして正面に、 アイガーメンヒ・ユングフラウのユングフラウ三山の長母が広がり、インターラー県から比較的手軽に行くことができる展望スポットとなっている。2011年10月には、これまでの展望ポイントから先に伸びるウッドデッキが完成した。トゥーン湖とブリエンツ湖の間にあるため、二つの湖の橋という名称が付けられた。橋の中央部分はガラス張りになっているため、 空中を歩いているような感覚を楽しむことができる。ケーブルカーの山頂駅付近には屋外展望テラス席も備えたレストランがある。ハーダークルムに登るケーブルカー乗り場の近くにはアルプス野生動物園もあり、シュタインボックやマーモットなどアルプスに生息する動物を見ることができる。ケーブルカーと山頂レストランは例年4月中旬から10月末のオープンで冬季は休業となる。 ありがとうございます。